さあ始まりました。ジェイコム福岡人図鑑まずはあの歌から始まるんでよろしいございますか。ちょっとこう首をあわせてこんな感じですね。サン。ジェイコムからお届け福岡人図鑑ありがとうございます。ありがとうございます。 とってもリズム感がいいようでございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。JCOM、えー、福岡人ズ館。この番組は福岡で活躍されている人団体を人となりに触れながらご紹介をしています。案内役は私岡八岡部八郎です。これをえっとおきましょうね。よいしょ。JCOM、えー、ショップですね。このハモール橋本店からお届けしています。この福岡人ズ館。 今回のゲストは、旅行専門雑誌、九州ジャランの編集長、永田佳子さんです。永田さん、永田さん、よろしくお願いします。永田佳子です。はい、どうもお願いします。さあ、永田さんの、まずプロフィール。ご紹介させていただきますね。はい、えー、永田さんは、1972年8月11日生まれ。福岡県は八女市のご出身、はい、白壁の綺麗な街ですね。 よかったことですね、はい、そして、えー、2000年に株式会社リクルートに入社されまして、えー、旅行専門雑誌、ジャランを担当されてで2009年からです、ね、あの編集長、はい、九州エリアのジャラン九州ジャランの編集長をされていますそのジャランなんですけどこち,ら、はい、こちら、ここちら、はい、これ長田さん、今出てる2月号 2>、はい、そうですね、はい、今のコンビニとか書店に,、ねはい商店にね、並んでる分ですよね。 でこんなにこう情報量がね皆さんたくさんあるのに付録がついとうとですよ <laughs> これがこうまたこんな分数に付録がついて390円下な三級価格ですよね本当ですね頑張っとりますね、はい、ありがとうございますそんなじゃらんこちらにまたお貸しになっていいですかはい,はいよいしょっとはい、はい、ありがとうございますはいそんな中田さんに三つのキーワードを事前にお伺いしました、はい、ご紹介しましょうじゃん ジャランですすねこれねこありがとうございます、えー、キーワード1、編集者とはですねキーワード2、お得に旅行をそして3番目のキーワードが出かけるならジじゃらんと、ね、出てます、はいまずは最初のこの編集者とはというところを、はい、お伺いしたいんですけれども、はい、えとまずそもそもそのこのリクルートが、ね、出されているじゃらん旅行専門雑誌ですけれども、はい、これにあの携われるようになったきっかけというのははい そうですね、私2000年から、あのー、入社してるんですけども、ええ、まあ昔からすごい、編集者になってみたいなっていうのがありまして、まあ、ちょうどあの福岡で募集があったので、はいはい、応募して僕らがね、知ってる編集者は、うん、テレビで見る編集者って、うんうん、編集者こんな腕組んでて、この企画、いまいちじゃないかお前、まあ、やらせたいよ、おいとか、もっとヒットするな、内容考えてこいよって、なんかね、机に座って、なんかね、威張ってる人ってイメージなんですよ。 あ、編集長がですか。で、編集者っていうのは、それにも、あの、編集に向かって、ね、の、リクエストに応えて、走り回って、取材したりするっていう感じなんですけども。まあ、あな、あながち、全然間違ってないと思います。<笑><笑>本当ですか。<laughs> いやいやいやでも、まあ、あの、やっぱり、編集、まあ、企画、編集者はですね、はい、やっぱり。えっと、まあ、企画を立てて、うん、まあ、実際、あの、まあ、今、ジャランなんで、旅行を、はい。 の情報なので、まあ、九州中を取材して、うんはい、でそれを紙面にしていくというのが実際に仕事ですねでこのじゃらんのもう一回いきますね紙面、はい、の中にあるのは写真があって文章があってレイアウトデザインがあって、うん、いろんなことあるんですけども、うんはい、最初はどんなことやるんですか、はい はい、やっぱ最初はまあどういう内容にしようかなっていう企画を考えるって協会議をやります。はい、それはみんなでやります、えー、企画会議を。はい。川田さん自身は原稿を書いたりとか現場とか取材にもずっと行ったりとか。あ、今はねあまりあの主張<初>なので、最初ははいやってました。は,はい。 はい、編集はその今ちょうど例えば旅行、皆さんが行きたいようなリクエストが今世の中どんな動きがあるのかとか、はいはい、それからじゃ現場に行った時にいや意外とこういうものあったっていうのを見つけて、そうですね新しいものがあったとかね、それを繋いでいく仕事なんで、すそうですね本当に編集もう編,編集者っていうのはうあの漢字のごとくですね集めて編むというのが仕事かなと思。なるほどはい、はい、でまあ口では簡単に言いますけれども。はい だって現場に行って、うんうん、その出先に会えたり会えなかったりとかうん、うん、予定通り行かなかったりとかいろいろ大変なことあると思うんですけどもはい、はい、どううででですすか今のの体験の中でそうですね私が書き、うんまあ、出しというか入社して一番最初にやった企画が、まあ、黒川温泉の全部の旅館の全部のお風呂を撮影してきてくださいと紹介しますという企画がありまして,、えー、てもしかして、ここにあるこれですかそれですこれが

えっとね、これは本当、黒川温泉ぐらい黒川温泉そうですこの時二23、4件あったと思うんですけども男湯も女湯も例えば露天風呂も貸切風呂も全部の湯船を撮影するということだったので。 カメラマンとライターの方がいて編集者として一緒についていってここを撮ってください、ここはこのアングルでとかいろいろしてこの頃でもカメラデジタルですかこのえっはまだポジでしたポジわかりますスライドですねスラつける小さなこうやってつけたよに見える雰囲気です。 だからそういう意味では大変ですよね編集とかもね。そうですね。はい、これは意外と大変でした。うんえー、はい、2、3日黒川温泉に泊まって、もう全部の旅館さんを撮影させていただいて。 でもやっぱり編集者としてのこう喜びっていうか楽しさはその苦労を走り回って結構大変だけれどもうん、うん、こういうふうに上がったとき、ねはい。やっぱりまず嬉しいでしょうしそうです、ね、僕らもこういうのに見てあ,あそこに行くのであこういう温泉もあったんだとか湯船もあったんだと,んだと、うん、気づいていくわけじゃないですかそういう皆さんとつながったときがやっぱり。 まあ、毎回、あの、アンケートで、読者の方から、はい、あの、反響いただいたりとか、いやいやまあ、取材したところに。うん、まあ、お客さんが来たよとか、言っていただけるのが一番嬉しいかなと。思います、はい、今、九州じゃらんは、うんうん、あの、何歳ぐらいの方を大学で作ってあります。えっとですね、うん、えっと、まあ、三十歳前後ぐらいの、まあ、女性の方。七、が、まあ、中心に、まあ、でも、すごく幅が広くって、まあ、学生さんから、本当に、あの。 まあ、お仕事でイ発されたような、定年後のご夫婦とかも。その、まあ、いろいろとこういう本を作っていく、はい、編集する上で、なんか。大切にしてるっていうか、思いってのはあります。ここ,こ,こら辺は、やっぱり、ちょっとよその雑誌に譲れないわよみたい。<laughs> そうですね。はい、やっぱり、なんか読者目線というところでしょうかね。あ昔はね、うん、あの、福岡とかに、ね、も、いろんな、ありますよね、雑誌とか。昔は、なんか。 もう博多弁で言うと、ここ知らん名が嫉妬親みたいな感じ。そうです、そうです、嫉妬親ですよ。それ基本ですかそうです、そうです。変わらない。変わらないと思います。はい。今テレビのグルメ番組も同じようなばっかり追っかけて、情報は大体もう。出尽くしてる感じになってるじいですか。そういう意味では、あの、この露天風呂取材と同じように、角度を変えてみせるとか。そうですね。そこですよね。そうですね。やっぱり、あの。 まあ情報すごく溢れているので、やっぱり情報の信頼性だったりとか、まあ皆さんが知らないような情報をどうやって集めていくかとか、それこそ切り口変えてどうやって提案していくかみたいなところが大事かなとですね。ですよね。で今あの編集長ってもされて、最初に言いました別にこううぜくんでみんないい情報つかんでこいなんてこと言ってない編集長ですね。え、そうそうです。ねだと思いたいですけどね。ちなみにチームというかジャラン 九州ジャランっていうのは何人ぐらい作ってたんですか。編集部自体は十二人で編集記事を作っているのは十二人ぐらいなんですけど、でもあとはこんなに分厚いの十二人作ってるんですか。なんて、で三百ページあります三百ページぐらいありますよね。でもあのまああの営業マンもいて、でそれがえっと三十人ぐらいいるかな。はい。だけどやっぱりその外部の方、あのカメラマンさんだったりとかライターさんだったりとか、はいデザイナーさんだったりとか。 だとすごく述べで言うと、すごい多くの方に関わっていただいているかなとは思いますさあ続いては、2つ目のキーワードに行きましょう。はいはい、お得に旅行はと。はい この言葉はもう、うしい、いくつになって、嬉しいです。はい。得をしたいというのは、うん、まあ、あの、いろんな意味があると思いますけども。はい、まず、その、のジャラン。はい、まず、ジャランというのが、前から聞きたかったんですけど、うん、ジャランの意味は何ですか、うん。ああ、えっと、ジャランっていうのは、はい、えっと、ですね。もともとインドネシア語で、うん、ジャランで、えっと。 道とかプロセスとかいう意味で<ー>じゃらんじゃらんってなると、うん、まあ散歩するとかプラプラするとかうかわいいですよねそうですじゃらんじゃらんっていう <laughs> そうですっていう意味ですね<ー>、はい、じゃあみんな出かけて行こう,う、ね、っていうことなんですねはい。はい じゃあジャランそのもののコンセプトっていうのはどうかはい実はここのですねあいらっしゃい元所さんすみませんここにここにも書いてるんですけれども九州初春のお出かけ得するマガジンそうですもっと大きくせんですかこれ小さいですよこれここコンセプトなんだからドンと行かないっていうのがはいあの コンセプトなのでやっぱ旬っていう、まあ、いわば季節感みたいなところですね、はい、っていうとああいうことお得っていうのが、まあ、基本のコンセプトになっていますだって日本には一応ね、うん、春夏秋冬の四季があってで,、ねうんうん、で食べるものも違ったりとかありますもんねはい、はい、僕ら、まあ、あの旅行とか行く時に、はい、例えば金沢に行く時は金沢のガイドブックを手にするんですけどあんまり季節感はないんですよね一年中使える値下げもて。 そういった意味ではジャランは春だったらあそこに行って、ね、あれ食べてあそこ見てあれ体験しようたことなんですね、はい。そうですね。まあ毎月一回出してる意味もそこにあるかなと思うので、<ー>やっぱりそういう季節感、瞬間みたいなのは大事にしたいなと思ってます。ね、ちなみにあの総幹号っていうのは何年なんですか？1995年ですね。95年ありますねこち,こちら。その時あこれですか？これ <laughs> です。これが九州で初めて出たそうですそうです。九州ジャランはい。 貴重ですねもう今はあのいろんな世代の方がの、はい、スマホとかそうですねパソコンとかうん、うん、デジタルどんどん上報出てるじゃないですか、はい、変わってきましたかその編集そうですねシャドウと、はい変わって編集部長なんかはい、はい、やっぱ一番最初入社した時は本当にまだネットで。 検索してなんかネットで予約するみたいな、うん、そういうのがまだなかったので,、はい、でうちのじゃらんネットっていう旅行の宿泊の予約サイトやってるんですけど、はい、それ2000年の11月にか、うん、まあサービス始めたんですけど、うん、その時はまだね電話してみたいなのが普通だったのか今はもう本当に。 ネットの時代になりましたねそうそうそう今電話するよりまず検索して、うんそ,ね、そのサイトに入っていろいろと情報を、ねうんうん、やり取りするっていう感じになりましたもんね。なので、普通にどこかに出かける時もやっぱりそういった、まあ、一般の方が情報を発信されることも多くなったと思いますし、うん、うそういう変化はすごくあるのかなとただね自分が例えば、まあ、どっか旅行に行こうとか、うん、例えば仙台に行っておいしいものを食べて、うん、ホテル探そうっていう時は 目的は決まってますよねだから仙台のホテルまでこうたどり着くんですけどじゃあ今度は日曜日にどっか福岡が熊本の美味しいとこ行こうかという時にまず検索キーワード浮かばないですねそうですよねそういう時にこういうバランの本校がとりあえず広げてまずどこに行こうかなんですか入り口ですよねそうですね本当小さな旅の夏はまさにこの週末どこに行こうかなみたいな時にまだ行き先が決まってないと 方々にはすごくあのいい、まあ、本,の本の方がというか本もま全然、ねはい、いい情報かなと思います、ね、で今月号の話になりますけれども改めて、はい、今月号は、どのような内容に年にもう温泉大特集ということで、はい、えっと人気温泉地がもうほぼほぼ載ってます。 この中でですね、で,すはい、でもね、有名どころだけじゃなくて、万願寺温泉とか、結構渋温泉が乗ってて。あの、結構本当に、人気のところと穴場のところと両方載せています。うん、ですよね。はい、あの、いろんな世代の人がいろんなところに行きたいっていうね。うねうやっぱり知らないところを教えてくださいとかいう。声もすごく多いので。はい、ありますよね。はい。えー、そして、えっと、次の。2月に出るは、はい、号は。まだね。はい。 制作中ということで、制作中ですはいこちらになってます。また美味しそうなイチゴが。あ、そうなんですよ。2月はやっぱイチゴが、いちょっとなんか春。

この、ね、2番目のキーワードを、ねはい、聞いてますけれども、はい、あのどんな思いを持って取材、編集されているのか先ほど、まあ春を得ね、はいはい、春とお得そのお得はいわゆるプライスお金だけのお得だけじゃなくてやっぱりそうですねあの例えばドライブコースの提案だったりとか調べなくてもそのまま行ったら。 あのお出かけが完成するような、まあ、時間的お得だったりとか、うん、知らなかったことが知れたっていうようなお得だったりとか。そういうことを気をつけて。はい、さすが女子ですね。<laughs> すお得に旅行で幅、ねはい、広い、ね、意味がありました。ジェイコからお届け。福岡人図鑑。 さあ、えー、九州じゃらん編集長永田し子さんに3つのキーワード伺っておりましたが3つ目、はい、出かけるならじゃらん九州は特に福岡空港は近いわ新幹線は近いわでもう福岡だとすごい行きやすいじゃないですか逆に外から九州に来たいという方のか特徴とかありますか。はい、そうですね、うん 本当九州ってあのもうご存知の通り食べ物も美味しいし、ね、温泉もあるし、うんまあ、絶景とかそういった自然の魅力も大きいので、ねね、すごく魅力的なエリアかなっていうのと、はい、あとやっぱ九州って九州の人がすごく遊びに行くところでやっぱり、うん、あの九州に旅行に来る人の半分ぐらいはも九州の人なんでやっぱ九州人が九州好きっていうのがすすごく特徴的かなっていうのは思い思ます、はい、そんな本当いろんな,あのな,んていうかな角度から見たら。はい 旅のなんか楽しさをこれからね、じゃらん、うん、にもどんどんまた来てほしいんですけどもじゃらん編集部はそのうん、うん、1>, 1号を作ってるんじゃなくて2号、3号、4号先のほうまで今はもうゴールデンウィークのことでやってますね。 もうですか。そうなんですよ。もう桜も散ってしまいました。ジャランの編集部。編集部の中でもそうですそうです。ええ、そうなんですね。そうなんです。はい。どんどんやっぱ先取りでね。そうですね。はい。今集めてます。まあこれから先ほどあのいわゆるデジタル化になって、もちろんこの活字のこのジャラン本体もちろん一番大事だと思いますけど、他にそのスマホとかジャラン本体でいろいろと。 そうですね。リブートさんされてるのありますか。はい、ジャランの方でももちろん方もそうなんですけれども、まあ週刊ジャランって言ったアプリの携帯に入れるアプリですね。携帯の中スマホに入れしたら、えっと九州だけじゃなくて他のエリアの情報を見れるんですけれども、それいくらですかただあタダです。よかった。太っ腹ですね。タダでいいんですかそういれ見て。っていう週刊ジャランっていうアプリだったりとか、あのジャランニュース。 それはネットの方でもそういったお出かけ情報みたいなのを見れるようなサイトもやっています。これから九州ジャランは皆さんのところのどんな存在というかどんなところにいてほしいと思われますか本当にもう週末なんかどこに行こうかなみたいな迷っているときに手に取っていただいたら行き先が決まるとやることが決まるっていうどこに行こうかなと思ったらまず手に取っていただきたいなと思いますね。 ですよね、馬鹿、はい、ある、出かけるなら、じゃらん,ゃらん、はい、出かけるなら、ここじゃらん <laughs> でも、一つだけ、聞いてもいいですか。はい ですね、情報がたっぷり入ってるんでちょっぴり重たいという方もいるかもしれないですけどもさすがにいつもバッグにいるの大変かもしれないんで車には絶対にまずじゃらんとご自宅にじゃらんということで車に本当に一冊載せていいいどこ行くって感じあとクーポンとかもついてるんでそういうのを使ってもらったり。 九州ジャーナルの未来方、ねはい、のお話を聞きましたけども、はいえー、編集長ご本人永田さんの未来というのも何、はい、か少し考えていらっしゃる <laughs> もちろん編集長ずっと今の続けていただいて <laughs> そうです本当に編集者、ま、情報を発信する側ということでやっぱなんか大事なのは好奇心かなと思うのでやっぱりい,いつもミーハーでいたいなと。 それは一緒です。<laughs> すね、僕天神とかで人が集まっとったら入ってきます。もん、なん、なんみたいな、なんみたいなって言って <laughs> 行列してるのが、なんか、な、ね。とりあえず並んだりしますよね。何ですか、ここてそで、ねはい。そうです。はい。そうです。やっぱ流行ってるものとかね。んみんなが興味があるものとか。そうですよね、はい。待機していきたいなと思います,す、ね。だから、あの、皆さんにはあれですね。あの、ネットだけで見て、なんか安心するんじゃなくて、やっぱりそれを見て。現場に行ってほしいし、うん。そうですね。じゃらを手にして。うん 実際見て食べてね、うんうん、空気を感じてほしいですよね。本当ですね、そうですね。まさに、はい、まさに九州ジャランは旅の入り口だっていうことが今日はよくわかりました、はい。ありがとうございます。はい、これからはあのいいミーハのね <laughs>、えー、楽しいことをどんどん伝えたい編集長で、<laughs> はい、長田さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。ます皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。<laughs> 九州ジャラン編集長永田よしこさんでした。